英雄戦チャンネルの時間です。さあ今日はちょっとね変わったことを。そうですね、巨匠ポスターになりますか。はい、映画ポスターも相当持ってるんですよ。映画ポスター、はい、怪獣映画とか東映漫画祭りとかポスターポスターって、まあ、当時なかなか手に入らないっていうか。そうですね、まあ、非売品のやつも多いじゃないですか。そうですね、はい、で映画館の知り合いから譲ってもらったとかっていうか、僕あの親戚が、はい、あの宇和島東映と東宝の、はい、映写の方を仕事でやってて。なるほど。で古いあの映画ポスター処分するけどフィルムを持って帰るやん。なるほど、はい、そのルートで怪獣映画とか漫画祭り1回もらって帰って、その時に、ね、惜しいのは時代劇やポルノ映画のポスターもいっぱいあったんやけ ど、 ああ高校生やったんで、ああ若橋の息子は似たように言われると困るんで持って帰らなかったんですけど、今から今価値のある、まあ松坂慶子さんの診察室というのが高いんですよ。時間がないんで、まあ、ゴジラの話そっちの話じゃないですから。僕も思ってましたけど、はいはい、このゴジラ対ヘドラのポスターは、はい、なんで一発目に紹介するかというと、はい、坂東義満監督が、はい、愛媛県今治市出身なんですよ。はいはい、でハリウッドのゴジラ以外の最後に、はい、義満、はい、あの坂東って出てましたけど、はいはいはい、なんかねヘドラを撮りたかったんです。ハリウッド、もう残念ながら、ね、2年前に亡くなられたので。なるほど。そのポスターですね、非常に人気があるんですよ、ゴジラファンには。なるほど。ゴジラ対ヘドラ、これは、まあ、ゴジラシリーズでいうとどれぐらいに当たるシリーズですか。真ん中ぐらい。真ん中ぐらい、はい、な何しろゴジラを初めて空を飛ばせた監督なんで。うん、うん、まあ、ポスターもありますけど、巨匠は、まあ、このゴジラは大変詳しいんで、はい、まだ今度特集もやりたいんですけど、はい、当時の8ミリフィルム持ってますね。もう何本持ってる。何本ありますかね、数えたことないんですけど、かなりな量ですね。かなりというとざっと、まあ200本。おお、200本、ゴジラの原版の8ミリフィルムを200本以上持っておられるんですか。原版っていうか、まあ、原版にはなるんでしょうけど、ね、当然映写機を通じて。そうです、そうです、あの上映もできるという、はいはい、まあ、それだけでももう、まあ、話は尽きないんですけど、まあ、このゴジラヘドラ対ヘドラですか、はい、見どころはつまり見どころはやっぱり空飛ぶゴジラが出てくるのと、はい、あとは何でしょうね、当時のいろんな社会問題を背景としてるんで、まあ、ヘドロのね環境汚染の問題になってたとして、ヘドロが、ヘドロがこういう、まあ、怪獣になるからヘドラなんですよね。あの、まあ、はい、当時はそういう光化ガスモークとかいうのがありましたよ ね、 ね。なるほど、奥が深い話ですけど、まあ、ポスターシリーズ、まあ、この辺もねこれからもまた紹介していきたいと思っていますので、ありがとうございます。ありがとうございました。